河口湖寄り道の旅。あいにくの雨ですけど、なんとかね、河口湖までのね、寄り道の旅を楽しみたいと思います。それではね、スタートします。道の駅、思い川が今ありましたんで、ちょっと休憩のために行きたいと思います。ちょっとね、今の時刻は午前10時ですね、ちょっとね、お腹も空いたんでね、寄り道したいと思います。はい、朝ごはん今買いました。鮭のおにぎりと焼きそばとかしわ餅、朝ごはんいただきます。はい、道の駅思い川でね、ちょっと休憩がてら朝ごはんを食べました。まあ、焼きそばとおにぎりとね、あとまだ草餅は残ってるんで、まあ、草餅をゆっくり食べながらね、進んでいきたいと思います。現在の時刻は10時41分で、国道50号線を移動してます。目的地まで4時間33分遠い。はい、埼玉県行田市に入りました。利根川を渡ったら埼玉県でした。はい、お昼休憩で立ち寄りました山田うどん。はい、道の駅花園さん、ちょっと休憩のため立ち寄ります。道の駅花園、なんかね、おしゃれな感じの道の駅ですね。なんだろう、すごくね、感じの良さそうな道の駅花園さん到着です。団子屋さんが来ました。およそ100メートル先、右方向です。
はい、どうも。320円。埼玉県の秩父、国道140号線かな、あの田舎道ですけど、すごくね、あの走りやすい道です。ちょっと道路が狭くなったりしてますけど、埼玉県の秩父、初上陸です。埼玉、はい、埼玉県の秩父から目的地まであと残り2時間ですね。残り90キロです。あと2時間で川口港方面に到着します。道の駅大滝温泉、ちょっと休憩のため立ち寄ります。道の駅大滝温泉立ち寄り、え、どっちだこれ、こっち降りて右、はい、大滝温泉、埼玉県の秩父ですね。よいしょ、唐揚げ屋さん発見。大自然と木の文化。よいしょ、はい、唐揚げ、お土産屋さん、お食事処、唐揚げ屋さん。はい、ちょっと休憩のため立ち寄りました。道の駅大滝温泉、埼玉県の秩父ですね。ソフトクリームと濃厚ぶどうジュース、アイス、ソフトクリーム、おやつの時間です。休憩おやつ、秩父、道の駅秩父さん、ありがとう。はい、秩父のなんかこのループ橋駐車場って書いてあるから、ループ橋になってるんで、すごいね、あのダムがあって景色のいいそのループ橋ですね。今ぐるっと回ってカーブしながら回ってます。秩父にこういうとこあったんだ。ダムがあります。
雪がね、まだ残ってますね。山の結構高いところで上がってきましたね。赤い橋、すごいなんかね、山の中です。トンネル入ります。トンネル、はい、河口湖到着しました。ちょっとね、あいにくね、曇り空でね、パッとしないんですけど、河口湖、はい、河口湖、曇り空の河口湖。今日はね、天気が悪いんで、明日はね、天気が良さそうなんで、またね、綺麗な河口湖が見れると思うんですけど、何も曇り空で見えません。はい、河口湖到着です。はい、何も見えない、雨。はい、河口湖県営無料駐車場到着です。はい、よいしょ。はい、到着しました。現在時刻は、17時23分。はい、河口湖県営無料駐車場到着です。はい、お疲れ様でした。あいにくの雨と曇りです。ちょっとね、曇り空ですけどね、あいにくの。
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you. はい、河口湖到着しました。あいにくで雨が降ってるんでね、富士山も何も見えません。曇り空の雲だけが見えます。でもね、やっぱりこう広い、さすが観光地って感じで、明日はね晴れるんで、明日はねまた綺麗な河口湖見れると思いますけど、はい、河口湖県営無料駐車場、こんなところです。はい、あちょっと一段下がってるか、よいしょ。はい、こんなところです。結構広いね無料駐車場がありました。また明日、ね、晴れた時に撮りましょう。何にも見えません。もう霧だけです。河口湖。こっちは、無料。広いです。周りはホテルが多いですね。広いです。こっちは河口湖。はい、エブリー頑張りました。250キロ。はい、はい、エブリー頑張りました。中は相変わらずのお茶。はい、今日はナスとそれから野菜入りのエスニックそぼろと金の太陽とこの豚のこまを使って料理をします。本日の料理はナスとそぼろのエスニック風炒め。
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. はい、今日は晴れてます。河口湖、昨日はね
雨で見えなかったですけど、今日はね、晴れてます。河口湖遊覧船。県営無料駐車場はすごい人が混んでます。さすが日曜日だけあってね、車がほぼほぼいっぱいでなりました。ということで、県営河口湖県営無料駐車場さん、お世話になりました。次の目的地へ向かって出発したいと思います。今日は天気がいいです。これ並んでますね、ずらーっと。これ並んだらいつになったら乗れるんでしょうか。これはすごいことです。大人気河口湖寄り道の旅、2日目、左方向です。河口湖駅周辺に向かいます。まずはね、近くのね、パーキングに車を止めて、河口湖駅周辺のお店をね、右方向です。散策しようと思います。続いて、目的地は左側です。目的地は左側です。お疲れ様でした。はい、到着です。はい、ここからね、河口湖駅まで徒歩 2,3 分なんで、駐車場に車を止めて河口湖駅周辺を散策します。はい、河口湖駅前に来ました。河口湖駅前のね、商店街でちょっとね、お土産かなんか買おうかなと思ってやってきました。バスがすごいですね。さすが観光地。横断歩道を渡りましょう。お、信玄餅や。信玄餅。よし、まずこれは後で。富士なんちゃらかんちゃら鉄道、もう1号なんか意味があるのかな。もう1号なんか意味のかな。
分で。はい、河口湖駅、お土産狙いに来ました。こんなとこでね、今日は天気最高、昨日と全然違うんで、はい、2日目最高、かわいいお土産屋さんを見つけました。メンズ、はい、川口駅前のお土産屋さん、結構ね、たくさんあるんで、まあちょっとね、ゆっくり見たいと思います。山梨、到着です。道の駅勝山と河口湖の道の駅ですね。Find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold.
feels just like you. Go outside and be kind to a stranger. Watch what happens every time you do, yeah. Make your own sunshine. Smoke 'cause it's alright. Your heart's a red kite. Let it lift you up. Can you feel the love? ご飯でね、ボート屋さんの方に今から向かいたいと思います。お昼ご飯、ボート。はい、ボート到着です。河口湖寄り道の旅、楽しかったですね。まあ、ね、いろいろね、人が多かったんで回れてないところもあったんですけど、まあ、いろいろとね、言われた充実した旅で、個人的には満足してます。ということでね、これからね、帰路に着きたいと思います。まあ、到着までがね、旅なんで、安全運転でゆっくりと帰りたいと思います。